たいね。というわけで、なんか1時間ぐらいずっとプレイして配信してたんでつもりだったんですけど、できてなかったんですよ。ちくしょう。どうしよう、待てよ。じゃあもう一度、とりあえず見ますか。まあ、デストリアはこんな感じで、まあ、いかつい顔になっちゃってるんで、なんとかしてほしいですね、このいかつい顔は。ちょっとね、後ろ姿とかはなんかすごいハイテクなロボになったなっていう感じがして悪くないんですけどね。ヒューリーはどうだろう。そう、ヒューリーはね、このなんか三菱マークみたいなのがここについてるんですよ。これは何なんだろうねっていう、ちょっと気になるんですけどね。こんななんかマークは前のヒューリーにはついてたのかな。まあ、ヒューリーに関してはおおむねいいんじゃないかって気はしますけどね。すごいなんか、グラフィックパワーアップしてるような感じで。私は前のヒューリーも嫌いではないですけどね。ハチさん、こんばんは。あ、ラックスさん、こんばんは。なんかですね、1時間ぐらいですね、配信してるつもりがなぜか配信できてなくて、なんか、すごいなんかもったいない時間の付け方をしてしまいました。なんでまあ、1時間ぐらい実はもうテストサーバーでプレイしてるんですよ。あれですね、テスサバか。テスサバです。新しいデストリアなんです。後ろから見る感じは悪くないんですけど、まあ、なんかこれはちょっとあれですかね、もうちょっと可愛げのあるデザインにしてほしいなっていうのがありますかね、デストリアに関しては。ダサいですか。前よりの方がいいですよ。ダサいですかこれ。まあ言われてみればなんかもう少し期待したものとは違ったかなって感じがします。ヒューリーってなんかもともとそんなになんか見た目でなんか見せてる感じのロボットではなんか、後ろのなんかのっぽいのやだ、わら。っぽいの謎、あ、これやっぱなかったんですね、前のヒューリーにこの後ろのブースターみたいなやつ。私はこれ前のヒューリーにもあったかなって、ちょっとどうだったかなってちょっと まどろんだんですけど、今回はマイナーチェンジなデザイン変更でしたね。そうですね、
率高いし、分解でも複数必須になってきてるからな、わら。マジっすか。みんなもうキュウリ2期3期買ってるんですね。あ、そういえばこれ知ってます？この、まあいや、どっちでセバトリー、今はこっちだな。ビーコン復活、まあ、これはまあみんな知ってると思いますが、今テストサーバーではビーコン復活がテストされているのですよ。これはなかなか面白いですね。遠くのビーコンで、まあ敵もみんな復活してくるからね。山井さんは地獄ですよ、わら。真ん中復活したら狙われちゃいますからね。だからヤマンタウンに関してはサイドを強襲して取っちゃえば面白いかなって感じになる。ビーコン復活いいですね、運営ゴッド。面白いですよね。毎回思うけどリスポン時の向きに悪意がある。向きですか。まあ、確かにまっすぐあれです。うわ、死んだ。自分がなんかあれでしたね。あ、やべ、なんかホーム。あ、これあれだね。ビーコン以外にもホームで復活することもできるわけ、ね。ここ押せば。じゃあホームで復活した方がいいかな。どうしようかな。いや、ここでいいか。ここで復活だ。よし。タノフプスとかでも拠点復帰はあるけどリスポン待機時間があるから成り立ってるので、ビーコン上の敵倒してもビーコン取れなくなったらゲーム性が変わってしまいますね。あ、そうですよね。なんか足の遅くてなんかもう重たい機体があれかで、接近系がもうなんか殴り合いみたいな感じになっちゃうから、だいぶ状況が変わっちゃいますね。かなり遅くなってましたね。あ、なんかそのアサルトモードの時すごい遅かったですね。やばい。あ、ですね、もう一つのですね、実はこれアップデートあるんですよ。ここの菱形のやつ、これなんだろうなと思ったんですよ。これカメラの旋回速度なんですね。こうカメラをどれだけの速さで回すかっていうのをここで設定できるみたいですよ。最大にすると完全にゲッダン揺れる回るってさすがにこんな感度でプレイする人はいないでしょうけど、まあでもここオプションで変えられるってのはちょっといいんじゃないですか。まあ、私はこのぐらいで、このぐらいがちょうどいいかな。機体の旋回速度と一致してほしい派。ああ、なるほど。あ、そうか、一致してないもんな、確かに。あ、そうか、そうですね。まあだから早く回れる機体は早くてもいいけどみたいな、遅いやついますからね。ライノとかはもう全然アサルトモードだと追尾してくんないですからね。何これ。ああ、これか。まあ後で回答するからいいや。よいしょ。